はい、ちょっと、机付近が結構ごちゃごちゃしているんですけども、少々、すいませんね。はい。続きましょう。筆箱はね、セリアで売ってるミッキーの筆箱ですね。で、こちらに、鍵で、ストラップのミッキーがつけてます、ここに。はい、こんな感じですね。はい、さて、全部出してみましょう。結構たまに変な筆箱が出てくるんですよ。まあ、ご了承ください。ちょっと、照明が。はい。これは関係ないね。はい。まず、1本目。てか、写真から紹介しようかな。今持ってるのが、こちらの0.5、ウニさんの、会社の、0.5の写真。結構まだ残ってる。で、こちらは、アインさんの、0.3 の、HB の写真ですね。はい。アインさん。これ結構いいんですよ。この、有名な2つの会社は。で、こちらは、100均の、0.5 の写真でございます。こっちも結構まだ余ってますね。はい。で、次はボールペンの方を紹介してみましょう。色ペンは僕はサラサを使ってます。0.3ですね。僕とにかく細いのが好きなんで、とりあえず、サラサの、こんな感じで、この前100均シリーズで紹介したと思う、あのサラサですよ。はい。6色、紫と黄色と青と赤と緑とピンクですね。はい。黒もまた買おうと思います。で、マーカーペンは、100均。僕、ほぼ100均なんですよ、文房が。こういう感じの100均。まあ、4色しか使わないんで、青はちょっと捨てました。いらないんで。で、ウニさんの、水性マーカーですね。名前ペン、水性マーカー。で、こちらは、マッキーの、ゼブラ。ゼブラのマッキーの、名前ペンですね。で、こちらは、知り合いが誰かからもらった、ハローキティのオレンズですね。ちょっと黒く塗っちゃってるけどね。はい、ハローキティのオレンズ。で、0.2 でございますね。はい。で、こちらが、もう動画消しちゃったんですけども、ドクターグリップの、限定の黄色のドクターグリップでございます。0.5 ですね。はい、こちらが、僕が主に使ってるシャーペンですね。はい、0.3 のクルトガ。こちらもね、ウニさんが出してね。これもまだ、あのね、はい。で、こちらは、友達から、もらった、お土産でもらったシャープです。まあ、これも 0.5 なんですけど、ここのね、王冠が結構切れてますね。で、ウニさんのクルトが 0.5 ですね。こちらちょっと変わってまして、こちら、普通って、クルトがって、で、ここ、出しっぱじゃないですか。ちょっと、ピント合わせますね。ちょっと、合わないな。くそ。こういう時の必殺技はね、ちょっと見えにくい方すいませんね。普通のクルトはこれね、普通のクルトはこんな感じで、一番新しいクルトはこんな感じで、ちょっと違うの分かりますか？この感じで。で、ここね、見ててくださいよ。ほら、結構なんですよ。先っぽが折れるっていう事件が結構あるみたいで、それの対策として、こういうやつができますね。はい。はい、こういう時のマクロレンズを使えるね。まあ、ちょっと見にくかったんですけど、まあ、こんな感じですね。はい、最後は、今日ね、新しく買ったオレンズの 0.3 のやつですね。ちょっと新しいやつね、ここグリップがボコってなってるやつ。オレンズ。3でございます。で、消しゴムは、僕は、アインさんのこのブラック軽く消せるタイプのこの消しゴムと、モノの、スマートモノ消しゴムね、こんな感じで特殊配合ってですね。で、物差しは、まあ、100均で売ってるのがステンレス製のこういうね、いろいろ大特殊です。で、この鉛筆はワンピース。これ美術の授業に使うんでね、まあ、持っていかないといけません。で、のりもないんですよ、これ多分ね。はい。ってことで、ちょっと片付けよう。はい。ってことで、今回は、僕の筆箱を紹介してみたというわけでした。